もありがとうございました。今日は低めポニーでセンター分けしました。マジで可愛い、似合ってる。ほんと開けるわ。いや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 、え、今これ、え、使えへん。使う？弁当に入ってんの、びっくり。なんで入ってたの？なんか汁だと思ってたんやけど。ありますよ。この弁当よくあるけど、食べてるけどさ、初めて見たんやけど。だからこんな真っ白なんか、ご飯。そう、うん、早帰り。うん、ちょっとふりかけに興奮しちゃった。それだけ。ありがとうございました、皆さん。ちょっとまだ多分10分も経ってないんですけど、ありがとうございました。この後ナングラの動画載せるんで見てください。ます。12時超えたら今日の DMM 配信見てください。見ます。ゆずが多分いっぱい映ってます。な、いっぱいカメラ目線した。おお、やるねー。しました。ありがとうございました。バイバーイ。こんばんは。気をつけて帰りや。はい、私はまだ配信をする。あ、順位をみんな忘れてた。行く、うん、しゃあない。映ってよ、ちょっとぐらい。何それ、映る気ない。ミントいて、こっち怖っ。やめて、マスクくしゃくしゃや。あ、でも綺麗わ。どこマスクする？え、どこのマスク？え、そこのあったの、落ちてたの。衛生的に悪い。もらったやつな。バイ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 、また会う日まで。うん、すぐ会う。こんばんは、皆さん、お久しぶりです。うん、お久しぶりです。本当はなんかね、もうちょっと真面目に話したかったんですけど、なんか別にそんな真面目に堅苦しくなることもないなと思って。はい、美味しいお弁当ですね。で、今日朝ねラジオもあったんで行ってきました。体調大丈夫です、ありがとう。ちゃんとご飯はね、5時半に起きて今日で、なんかもうさ1ヶ月ぶりやし、約結構緊張してて今日。それでね、もう胃に何も入らなくて、とりあえず開演前に寝たウィーダインゼリーみたいな飲んで、食べてか、食べてきました。ショールームしてます。タワーありがとうございます。誰だ、久々やショールーム。つるさん、優しい、ありがとうございます。そんな優しいね、ありがとう。何それ。ありがとうございます、嬉しい。なんかこれフィルターおかしいない？ハロウィン仕様？なんか前もっとさ、何があれなんやろ。フィルターのついてないよ、オリジナルやし。これが普通？普通なんかこれは。休業中は気になりますよ、何してたか。もうほんまに何会う人もおらへんから、マジで家でずっとって。最初特にもう何十日もずっと家でいて、家に出る用事もないからさ、そう家にずっといて、そう、それでそっからなんかやっぱ自然を見た方がいいって言われて、マネージャーさんに。それでお父さんに和歌山連れてってもらって、自然を感じて、とにかくね、なんやろ、デジタルに触れないようにしてました。全く退屈じゃなかったです。もう逆になんか居心地良すぎて、家が。でも
ギターもやりたいなと思ったけど、ほんまになんかもう気持ち的に何もやる気起きへんくて、そう、とにかく休みたいが優先しちゃって。うん、ありがとう。そうですよ、お疲れ様でしたお帰りなさい。ありがとうございます。こわかわいい。お疲れ、バイバイ。わしにも言ってくれお疲れ、バイバイ。お疲れ。そう、それでね、いろいろ考えちゃって、なんか一個考えるといらない、何、余計なことまで考えてしまうタイプなんですよ。でも日帰りですけど、和歌山も帰んの？お疲れ。余計なことまでいっぱい考えちゃって、それで、おめでとう、ありがとう。お疲れ、ありがとう、お疲れ。みんな、未来です。帰らへんの？帰る。ごちゃはクビになった人たくさん来ます。ちょ、待って、クビなんですか私、ごちゃ。やめてください、井戸田さん。ん？早く帰り。うん、帰るわ。タワー来たで。もっと？じゃあ席見た。わあ、しゅうくん、ゆずさくらさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そんな皆さんも未来が来たかな、この場所にお金をかけちゃダメだよ。お話し会来てください明日お話し会楽しみ。久々。ゆずちゃん、大きいおめでとう。ありがとう。ミラコがね、前日一緒に練習してくれて、そう、一緒にやりました。ありがたかった、ほんまに。私一人で練習できないタイプなんですよ。あ、そうなの？そう、ほんまにできへん。知らんかった。マジで一人で練習するの苦手で、マジゴロゴロしちゃう。あー、わかるよ。ボーっとしたり、でも誰かがおったらやろやって言ってくれるからできる。ま、ゆずちゃんの。バイバーイ。あ、気をつけてな。バイバイ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。マジでありがたい。あんた遠いから帰りはよ。皆さんお疲れ様でした。この子家帰るの今から5時間かけて帰るんです。そう、5時間かけて、しかも歩いて、そらかかる、歩いて5時間です。気をつけて。山一本越えるんでね。海も越えるやろ。そう、いや、なら海ないっちゅうね。ごめん。それではお疲れ様でした。じゃあお疲れ、バイバイ。皆さんお邪魔しました。また明日ね。また5時バイバイ。ありがとう、お疲れ様でした。うん、そう、まあそうですね。うん、多分考えすぎがダメなんですよ、私の短所、長所でもあり短所でもあるんですけど、私の性格がほんまになんかいらないことをいっぱい考えちゃう性格なので、そう、一個考えたらもうキリがない。なんか暗く感じる。休んでる間もほんまにいっぱい考えちゃって、いろいろマイナスかプラスかって言われたらほんまにプラスやったと思うけど、休んでる間もめちゃくちゃもういっぱい考えちゃって、みんなは休んでなんかゆっくりして戻ってきてねって言ってくれてたけど、うん、やっぱり自分の中ではすごい申し訳なさもあって休んでしまうということで、休んでしまうイコールファンの人の活動がね、少なくなるわけじゃないですか。それもすごく申し訳なくて、うん、逆に皆さんが休みの間何してたのか教えてほしい。ゆずが休んでる間結構ね、 DM で日記みたいな送ってくださる方多かったんですけど、気になりますね。お疲れ。はい、ございます。おはよう、アフワや。ゆずあさん、うん、聞いてましたよ。あのマジ、あの、うん、何ですか、自己紹介のところはず。マジ、ゆずあさんだと思って、もっと後だと思って、うん、びっくりしました。そうなの。お疲れ様です。お疲れ、配信やったんか。お疲れ様。そうなんですよ、今は終わった今、気をつけて。はい、ありがとうございます。かわいい。本当にこうやっていろんな
優しいメンバーがいます。お疲れ様です。お疲れ様です。ほんまにね、今日 M で戻ってきて思いましたけど、まあこのチームってほんまにいいチームやなって。お疲れー、バイバイ、気をつけて。髪もあれ戻ってる、髪の毛。はい、水で頑張って。水でお疲れー、バイバイ。なんか毎日何、本当はあんまりね SNS を見ないようにしようと思ったんですけど、やっぱ NMB である以上 NMB のことを考えない時間ってあんまりないんですよ。なんか、まあ、休んでる間メンバーにどう思われてんやろうと思ったりもするし、そうやし、考えちゃいますね、いろいろ。髪ほどきたい、どれほどこね、休んでる間みんなはライブリハーサル頑張ってるのに私は休んじゃっ ってずっと考えてて、最初は特に思ったように休めなかったです、正直なこと言うと。2匹とも元気ですよ、スコも猪之助も。小山ちゃん来てました。表紙ね、9月本当に表紙ラッシュで、ありがたいことに7月末から8月にかけて一気に撮影したんですよ確か。めちゃくちゃ表紙ラッシュでした。でも良いグループですね、本当に NMB って。だから水の中で気持ち的な問題もあるし、体調もあんま優れてなくて、で一回ここで釘つけないとほんまにやばいかもと思って、自分が最初は無視してたんですよ、いけると思って。いやでももうちょっといける、もうちょっといけるが重なりすぎて、一気にこう畳みかけてしまって。ありがとうございます。何これ、キョンシーのタワーとかあるの。何、はあ、出た、浜田さん、ありがとうございます。キョンシー、ありがたい。でも DM とか Twitter はいつも見てましたね。今日は好きな虫も終えたのでホッとしてめちゃくちゃ眠たい。当たり前ですけど、ほんまに今回ね自分の中でいろいろ考えて決断して、お休み欲しいですって言えてよかったなって私は思ってます。お疲れ様です。お休みしたいって言えて、公演中めっちゃ息上がった。いやもう体力が落ちすぎてて、やしスキダムシも思ってた以上にしんどくてきつかったです。あもう15分経っちゃって、あのインスタライブもちょっとだけしたいんですよ、5分ぐらい。ということで、まあとりあえず一旦写真撮ろう。え待って、戻ってきた、わざわざ。えまだ、あよかったよかった。ショールームしながら、めっちゃ焼肉のいい匂いする。マジ、ありがとう。送っといてそれ。無理、いつも言うやん絶対言われると思った。お疲れ、バイバイ、ありがとう、わざわざ。かわいいだちゃん、非常に司令ちゃんです。ということで、まあ、とりあえず一旦
あれですね、あのただいまの配信でした。とりあえずまた今度時間の時にゆっくりショールームしたいなって思ってるし、いろいろお話もできたらいいなと思ってるのでその時になったらぜひ来てください皆さん。なんか何も口入らへんほっとしすぎて。ありがとうございました皆さん。ほんとちょっといいな、テーマ何も決めてないわ、やばい、どうしよう。そうね、まあ、どうしよう、まあ一回考えます考え込みすぎちゃダメなんですよ皆さん。これはほんまに覚えといてほしい。マジで考え込むってこんなにしんどいんやって思わせられたので、今回でネイル可愛いでしょ、シンプルでチーム M 色ということで、ランキング発表します。13位やな、13位マーボーさんありがとうございます。12位ガルゾーさんありがとうございます。11位ヘイハチさんありがとうございます。10位コニタンさんありがとうございます。9位61トニーさんありがとうございます。8位ミキちゃんありがとうございます。7位サラちゃんありがとうございます。6位明るく前向き元気よくさんありがとうございます。5位なっちゃんありがとうございます。4位トリオエジさんありがとうございます。3位つるさんありがとうございます。2位トマットさんありがとうございます。そして1位シュウくんさんありがとうございます。ということで今日から復帰ということなので、まだまだちょっとね体力的にも心配な部分があったりとかもするんですけど、とりあえず頑張ろうと思います頑張ります、私なりにありがとうございました。じゃあちょっとだけニュースライブします。バイバイ。ありがとう皆さん、声も見てくれてありがとうございます。バイバイ。